マーサ21プレゼンツ心動く出会いを。この番組はマーサ21の提供でお送りします。皆さんの心動いたエピソードを伺いました。今月のテーマはスポーツ。バン翼です。最近のスポーツの話題で印象に残ったもの教えてください。この前の東京オリンピックで、競泳の萩野公介選手が、残念ながらメダルは取れなかったんですけども、最後のインタビューで、昔から競い合ってきた瀬戸大也選手と、一緒に、泳げたことが幸せだったと言っていたことが、とてもグッときました。田垣裕彦と申します。スポーツに関するエピソードを教えてください。そうですね、今だとFC 岐阜を応援したりしているのがメインですね。 FC 岐阜に一言お願いします。頑張れ FC 岐阜。大坪美和です。大坪志保です。スポーツのエピソードを教えてください。バドミントンをしています。この間の試合で1勝することができました。次の試合に向けての意気込みお願いします。コロナで今練習ができないけど、練習ができるようになったら頑張りたいです。中瀬正幸です。スポーツのエピソードを教えてください。スポーツと言いますか、私の生きがいが神輿を担ぐことなので、毎年4月には、稲葉の宵宮、5月には浅草の三社祭り、7月には三重県の松坂市の三社祭りに、参加させていただいてます。次の祭りへの意気込みお願いします。年々体が衰えていくのを感じながらも、それに負けないで頑張っていきたいと思っております。素敵なエピソードありがとうございました。それでは今週の一押し、今回はマーサ21南館1階のカーブス岐阜マーサ21です。9月21日のリニューアルオープンを記念して、1ヶ月入会金が無料になるリフレッシュオープンというキャンペーンを9月末まで行っています。感染対策もバッチリなので、ぜひ一度覗きに来てください。スタッフ一同お待ちしてます。次回の収録テーマは秋。皆さんの素敵なエピソードお待ちしています。この番組はマーサ21の提供でお送りしました。